はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ファミペイで公共料金が支払えるか確認方法が簡単になりました。早速使ってみたということで、今回はファミペイで現在公共料金などが支払えると思うんですけども、それが実際にファミペイで使えるかどうか、支払えるかどうかというのが、これまでアプリ内で確認することができなかったんですけども、今回はその機能が追加されて僕も実際に使ってみたのでお伝えしていこうと思います。それではまず払いたい払い込み表が対応しているかの確認方法なんですけども、まず見ていただきたいのは丸1番、こちらのファインペイのアプリを開いたら、ここに早速ですね、公共料金各種料金お支払いファインペイボーナスとお記載があるので、ここをタップします。まあ、赤い矢印のところですね。そしたら丸2番、公共料金各種料金お支払い確認という画面が表示されます。ここでこの丸2番の画面の下の方にあるように例が書いてあります。で、払い込み表に記載されているバーコードの下に小さく数字が載ってます。ここにカッコ91の後に6桁の数字を確認して、そして空白に入力します。ここでですね、僕の手元に2枚の払い込み表があったので、試しに入力してみました。それがこちらですね。まず1つ目なんですけども、ちょっとした保険の払い込み表だったんですけども、入力したらこんな感じですね。赤くファミリーマートでのお支払いが可能ですということで、現金のお支払いが丸、そしてファインペイのお支払いが丸、ファインペイボーナスの還元が10ボーナスという感じですね。ここまで親切に書いてもらったら結構助かりますよね。そしてもう一枚は試験民税の払い込み表があったので、それを入力したらこんな感じですね。現金のお支払いで丸、ファインペイのお支払いも丸で、ファインペイボーナスの還元は×という感じですね。やはり試験民税に関しては支払うことはできるんですけども、ボーナスはもらえないみたいですね。僕は今回最初にお伝えしたちょっとした保険で、まあ1万円ちょっとだったんですが、払ったのが7月の31日で、まだファインペイのキャンペーンでチャージした分の 10% 還元の期間でしたので、かなりお得に支払うことができた気がします。ちなみに今回の払い込み表のような収納代行以外にも、ファインペイで支払いが可能なものは結構ありまして、それがこちらなんですけども、まあ、小さくて見にくいかもしれませんが、一番左に丸で表示されているのがファインペイボーナスの付与、そして米マークに1と表示されているのはファインペイボーナス、10ボーナスがもらえるものですね。右に出ているのはファインペイで支払えるものですね。なので、今回は多分、代行収納、括弧電気代、ガス代、水道料金等の部分になるので、ファインペイで支払えて、ファインペイボーナスが10もらえるということですね。まあこの PDF 自体は、すでにファインペイの公式ページから削除されているので、もしかしたらまあどこかのタイミングで新しいものが出てくるんじゃないかなというふうに思います。まあそんなこんなで、今回はファインペイで公共料金が支払えるか確認方法が簡単になりましたということでお伝えをさせていただきました。ぜひですね、ファインペイを使ったらボーナスをもらうことも一部できるので、まあ、ぜひ使ってみるのもいいのではないのかなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。